お店に入ると旬の野菜が並んでいます。こちらのずっしりしたきゅうりは4本入って150円で販売されています。お買い得ですよね。江別市にある野菜の駅ふれあいファームしのつ、地元で採れた旬の野菜を販売しています。やるんだよな。毎朝農家が直接届けていることから、新鮮でお手頃価格の野菜が買えると地元の人の人気スポットになっているんです。菅野さん、行かれたことあります？あの僕ね、ロケでね、ここで買い物してキャンプ行くってやりました。すごい充実してた。スタッフの一人で北海道フードマイスターの資格を持つ小関さんに、今おすすめでお買い得な野菜を教えてもらいましたよ。まずズッキーニですね。1本本当は150円なんですけど、2本入れて150円にしてくれる農家さんもいるので、お買い求めやすいと思います。ズッキーニは炒め物にしたり、浅漬けにもできますし、スープにもできますし、意外とオールマイティーに使えてとても便利ですよ。そしてこちらは50センチを優に超える大根、お値段180円です。大根はもうそろそろ露地物になりまして、たくさん取れ始めているので、これもお値段はだんだん安くなると思います。このサイズでこのボリュームで180円お手頃だと思います。間違いなく。ちなみにこちらの大根はとってもみずみずしいので、大根サラダにするのがおすすめなんですって。そしてブロッコリーは朝収穫したばかりのものが並んでます。本当はこの房のところ、つぼみだけじゃなくて芯も食べてもらいたい。芯は浅漬けにしてもいいですし、炒め物にしてもいいですし、サラダでもいいし、何にでも合います。美味しいです、とても甘いです。そして小関さんの一押しは、きゅうりはもうそろそろたくさん出てきまして、本当は3本150円なんですけど、農家さん心意気で4本入っているのもあるし、形や大きさによって入っている個数はバラバラですが、用途によって選んで買うのも直売所ならではの楽しみ方。菅野さん、これもうついつい手に取ってカゴに入れちゃいますね。ね、心意気っていうのがいいですね。そう、素敵だ。うちのこれたたききゅうり好きやから、きゅうりちょっといいな。何本あってもいい、ね。どうですか、大きさとか。これで120円なら全然安い。地物の野菜があるうちは、野菜はやっぱりこういうところで買って、スーパーではあまり買わないですね。安いじゃない。値段も安いし、鮮度もいいし。今年は雪解けが遅く、気温が低い日が多かったため、作物の生育が遅れていますが、これから暖かくなると露地物が出てきて、さらに値段が下がる見込みだということです。